紀北町地域おこし協力隊の前川茜です。見てください、この美しい里山の風景です。ビューティフォー。今日はですね、芋高地にある朝日屋さんっていうところに来てるんですけど、毎月1回蕎麦屋さんを古民家でオープンしています。この下高地の里山を守る会のお母さんたちと一緒に、その蕎麦屋さんの準備を3日間を通してやっていきたいなと思います。おはようございます。YouTube を、はい、前川です。そうだよ、ね、前川です。あかねさん、あかねです。よろしくお願いします。聞いたから、はい、 T シャツです。よし、これで OK。 あ、里屋さんの出汁使ってるんだ、うん、そうです。里屋さん、里屋さんいるし、前は浜人さんがやってたし、いいですね、地のもの。そうそう、うんうん、外でごぼう洗ってんのか。ごぼう洗ってます。ごぼう。あ、剥きます剥きます。はい、5月かやらいで、これ折ったら。いや、そんな亀容赦ないで、これ。じゃあ玉ねぎやるか。お天気良くて良かったですね、今日ね。ねえ、やった。何を、お湯沸かしてんですか？うんうん、なんか入ってる？この芋をね。あ、芋？これ小麦粉。おー、この芋もこの辺で採れたんですか？違います違います、これはね、群馬の方から仕入れてる。あ、仕入れてるんです、ね、うん、あの前にね、ここのこんにゃくいただいたんですよ。あ、そうですか。美味しくて、一緒に手伝います、まあ、一緒に練ってもらってね。はい、はい、これを作るのか。ごめん、味噌を作って、パッキングして、こんにゃくにつけたら美味しいんじゃない？いいよね。最高ね。食べること大好きだからさ。これ、これ味噌用です。全部手作りなんですね。ね、出すもの全部。あ、じゃあもう芋完成ですか？お、今湯がいた。完成した。うん。こんにゃくできたぜな。できた。おー、でっけー。これを、ね、1.5 ずつ。1.4。まあ、こんだけね。これは何入れてるんですか？ただのお湯。ただ湯がいたお湯。お湯。芋の湯がいたお湯入れてミキサーして、うん、で混ぜ混ぜする。普通はもうね。それだけでこんなプルプルになるんですか？もう。へえー。まだまだこれ設定の設定。どうなんだろうか。はい。これはあの暑いから冷ますっていうの、うん、作業ですね。うん。ヘラの次は手でやるの。うん。へえー。暑いよ。暑そう。ここ。うん。日焼けだね。おもろいですな。あったかーい。重た。重くなってくだ。あれ入れなかったんじゃない？誰のやったこれ？まだまだあるんだ。私それを今回何入れた？にがり。なってきた。重たい。頑張れ。頑張れ。頑張れな。声援が飛んだ。頑張れ。まあ。まあ。終わるね。流しのベストだ。これ私はできないかも。空気が入るとな。ね。穴開いてくるもんで。うん。そうかそうか。完成した時には穴開いてしまうのか。最初そば作りから始まって。うん。でもこうやってさ、みんなで作るとなんか楽しいですね。楽しいしさ、うん、美味しいと思うよ。全部この年になると楽しい通り越しててさ。おはようございます。おはようございます。あ、できてる、こんにゃく。お、いい出来やった、うん、誰がしたか分かんない。誰のおかげやろ。え、これは何、持ち帰り用のこんにゃくなんですか？これ売るの。100円。何人分やるんですか今日で？あ、目標はね、130食作るんだよ。130？ うん、
ぐらいでね。すごい。これは重たいんですか。まあ触って。重たい。重たい。750ぐらい。どこのお米ですかそれ。これが熊野園さんか。いい匂い、いい匂いしてきた。これいや美味しそう。あやったやった。つまんでいっていただきます。こんにゃくいただきます。どう？こんにゃくの味ちゃんと残ってるし美味しい。あの自分で作ったこんにゃく格別ですわ。ねえ。三十から手前ぐらいにして。うん、はい。これでどうする？手でまとめて。丸っこくして。うん、これでいい。そうそう、あんまり丸めたらんと、うん、ここをこう。こんぐらいでいいですね。こんぐらいにして。これぐらいのフロート、そういうこと。両手両手。よし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 。素晴らしい。素晴らしいと言えば素晴らしい。やっぱりすごいよ、みほさん。すごい、本当に。うん、ちょっとよく煮詰まっちゃいすぎたよ。煮詰まっちゃった。卵たっぷりじゃない？贅沢。テトテさんの卵。そうそう、出るじゃん、ね、卵。ね、名口さん。ね。今日私幸せご飯や。ひわちゃんといっちゃん。食べよう。食べましょう。いただきます。あ、お先呼ばれるよ。お先いただきます。いただきます。ちょっと味噌たっぷりしちゃおう。いただきます。こんにゃく。あ、味噌美味しい。今日が生姜いいね。やっぱり生姜、うん、よかった。美味しい。うん。親子丼も美味しい。美味しい。今日毎月こうやって集まってたら楽しいですね。ね、毎月を楽しみ。早いよね。あ、そうかもね。8月と1月もね、うん、休み。休み。年末も出してますよね、年越しそば。ね。もうやめようかなと思ってる。あ、もうやらない。去年はできなかった。したいのは山々なんですけど、もう、物理的に限界やもんね。ファンが多かったからさ、惜しい人多いんじゃない？やめるとしたら。うん、すいません、今日はいいですか。はい、また明日の朝、はい、何時です。明日何時。ありがとうございました。いやいや、全然こっち、明日は。朝は。5時で、ほんまかい。ほんまかい。来れる時に。いいですか。また来ます、明日の朝。じゃ、また明日。はい、ありがとうございます。また明日。おはようございます。来たよ。とりあえず、これ、測ってくれ。うん、重さね。早い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 270、はい、これぴったり、これで、うん、これで270。これ内緒餅って何？なんで内緒餅っていうの？内緒で作る。内緒で作るから内緒餅。ペンタペンタじゃなくて、うん、鍋でポト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 。へー、もち米。おー、おお、よいしょ。まだだでいいやだな。うん、これあとこれに何か混ぜるんですか？よもぎを入れて、こうやってやめていいかな。はい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 。喋ってる場合じゃない。みほさん、これ結構細かく、すぐなくなるから。あー、いや、なくならしたらあかんの。おー、失礼。もう一回入れるか。絶対筋肉痛になる。まあ早いよ、早いまでやな、まだ早い。手で混ぜるですか？混ぜるですか？この言葉。この人らにやる。すごいね。熱いんだけど、これに粘りついてさ、ずっと熱い。いいんじゃない？
すごい大きいですね。うん、ほんと。よいしょ。もうこぶんだ。もう内緒持ちならいいけど、うん、おしゃべり持ち。おしゃべり持ちの完成。おしゃべり持ちの完成。いただきます。マヌカちゃん、私とも喋らない。甘じょっぱいね。おはぎより好きかも、私。こんだけ寝ちゃおうかな。寝ちゃおうかな。ね、眠くなってきた。そっちにね。おいしそう。半端釣りやけどな。これ今売ったやつを入れたんですか？うん、すげえ。仕立てですよ。すっげえ、はい。こんな超贅沢じゃん。昨日詰めた味噌、一昨日作ったこんにゃく。開店1時間前ですが、もうすでに列ができてます。嬉しい。いらっしゃいませ。看板娘でやらせてもらってます。ごめんなさい。いつも来てるんですか、ここ。あ、いいですね。毎月の楽しみ。はい、ありがとうございました。楽しかった。あ、皆さんじゃ取っとこうか。はい。あ、私もそこに混ざりたい。混ざりたい。はい、はい、はい。イエーイ、はい、はい、はい。イエーイ、イエーイ。みんな仕事してねもうお客さんいっぱい来てるから。うん。頑張って。いやいやいや。ありがとうございました。バイバイ。ということでですね、下高地朝日屋さんはこの月1回こんな楽しいおばちゃんたちとワイ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 やっております。こんな感じで私みたいにボランティアも募集してますし、もちろんお客さんも募集してます。あの、何より雰囲気もめちゃくちゃいいので、ぜひ一度下高地、そして蕎麦屋朝日屋さんに来てみてください。あ、楽しかった。ありがとうございました。